中国、ボーイズラブなどを禁止に、中国共産党が8日にオンラインゲームを運営する企業に対して、ボーイズラブや女性っぽい男性、線の細いイケメンなどを含むコンテンツは不良文化であると認定し、誤った価値観や違法な内容を含むコンテンツを厳しく禁止すると指示したことが明らかになりました。この中国においては、先日、 ゲームのプレイは週2時間までなどと規制が強化され話題になっておりましたが、まあ、このようなコンテンツに関しては、まあ、これまでにも日本でいう同人作家の方々が取り締まられるケースはたびたびございましたが、まあ、このような企業に対する命令は初めてでございます。まあ、現状、日本において、まあ、このようなコンテンツの制作を中国側に依頼する場合もあり、 中国側の規制強化によって日本のコンテンツ産業にも影響が出る可能性がございますので日本企業の皆様にはこのような様々なチャイナリスクについてぜひとも取引先の見直しなどを進め対策を講じ今後も中国政府中国共産党の締め付けはさらに強まるものと思われますのでチャイナリスクを十二分に 考慮した上で、コンテンツの制作などに取り組んでいただくようお願いいたします。以上になります。ご清聴いただきありがとうございました。